金色の毛を持つハツカネズミ、見事なブロンドヘアですよね。こちらのマウスを MZ 爬虫類さんという爬虫類系 YouTuber の方にいただきました。 MZ 爬虫類さんは爬虫類を飼いながらたくさんのネズミの繁殖を行っており、さまざまな毛色のネズミを交配させていった結果、このような金髪の美しいネズミが生まれたそうです。ご存知な方もいると思うんですけども、私ワニは現在爬虫類トークバラエティハチュバナといったネット配信番組の MC をやっておりまして、その第1回のゲストとして MZ 爬虫類さんにお越しいただいた際にこちらのマウスをいただきました。 MZ 爬虫類さんとってもいい方で、飼っている爬虫類も魅力的な子ばっかりなんで、皆さんぜひ見てみてください。ちなみにハチュバナは毎月最終金曜日に放送しておりまして、次回の放送は5月25日です。ハチュバナの方もチャンネル登録してもらえると嬉しいですね。いただいたこのマウス、すでにめちゃめちゃ人に慣れていて手に乗せることもできます。うちでもともと飼ってるデブネズミは警戒心が強くて全く触らせてくれないんですけどね、飼ってる人のしつけがいいんですかね。触ってみるとすごいあったかくて、哺乳類って可愛いなって思いますよね。爬虫類とはまた違った良さがあります。他にも哺乳類飼いたいなって思っちゃいました。餌も手渡しで食べてくれるんで本当に可愛いですね。まさにペットって感じ。もともと飼ってるデブネズミと驚くほど仲がいいんですよね。お互いに毛づくろいとかしちゃったりして、ネズミってなんか自分で一人でやるんじゃなくて仲間の毛づくろいとかもするんだなって初めて知りました。気持ちよさそうな顔しちゃってさ。逆にゴールデンの方がもともといたこのデブの方を毛づくろいしてあげたりとかもしてます。デブがゴールデンの方を気に入ってるのか、基本的にデブの方がゴールデンにちょっかいを出しに行ってるって感じですね。いやー見てて和みますね、こういうのは。可愛らしい。ちなみに以前の動画で小さいんじゃないかと指摘のあったマーシュ車も MZ さんが大きいものをくれました。至れり尽くせりですね。おデブも元気です。それじゃあ今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。哺乳類もいいですよね。あのゴールデンハムスターのキンクマ飼いたいなって思うし、モルモットもいいなって思うし、アフリカチビネズミも可愛いなって思うし、あの顔が潰れた猫も飼いたいし、柴犬もいいよな。